時は戦国末期、日の本すべてを焼いた戦火は未だに勢い衰えず、山深い芦名の国にも燃え広がっていた。野良犬が心すらなくしたか。ああ、共に来るか、飢えた狼。そして戦場で拾われた狼は修行の末、熟達の忍びとなった。忍びの掟は忘れまいな。親の次に大事なもの、お前の心に刻むがよい。あれが今日からお前の主だ。命を賭して守る。たとえ奪われるとも必ず取り戻すのだ。よいな、狼よ。一心の国取りから24年、芦名の国は斜陽にあり、狼の忍びはすべてを失っていた。育ての義父も、守るべき主も。忍びよ、目覚めてください。あなたの主のために。
井戸底におるあの忍び、特に枷などしておりませんが、構わぬのでしょうか。大事ない。刀もなく気力すらない。奴はもうただのふぬけよ。月見やぐらが今宵も月に照らされておる。巫女様はまた月明かりで書をお読みかの。そうじゃな。まだほんの子供というに囚われとは気の毒なことじゃ。ああ、源一郎様も何かお考えがあるのだろうが。君やぐらの扉はちゃんと閉まっておるか。閉まっておるが、壁の穴はそのままにしておるぞ。ああ、そちらは心配いらぬだろう。穴は崖際じゃ、通えるものなどあるまいよ。よく来てくれた。久しいな、狼よ。お迎えに参上いたしました、我が主。うむ。表を上げよ。サビ丸、そなたの刀だ。我が忍びよ、主従の約定に従い、命を賭し我に仕えよ。狼よ、もう一つそなたに渡したいものがある。受け取ってくれ。薬水のひょうたんだ。これで傷を癒してくれ。さて、そなたの体、その後大事はないか。その後とは？あの世のこと覚えておらぬのか。はい。いや、司祭は後にしよう。今はこのアシナの城を脱さねばならぬ。御意。堀沿いに進んだ橋の下に城外への抜け穴がある。一心様よりそう聞いたことがある。まずは
その橋下の抜け穴を見つけてきてほしい。見つけたらそうだな、葦の歯笛で合図をくれるか。ほら昔聞かせてくれたであろう、こうピーッとな。その音を頼りにそなたのもとへ行こう。狼よ、そなたからも何かあるのか。狼よ、無理はするな、どうか傷を癒してくれ。この橋の下、堀のどん詰まりに抜け穴があるじゃろ。あそこも見張りせよとの仰せじゃと。なんとも限界なことじゃ。戦が近いのかもしれんの。
狼をよく見つけてくれた。さあ参ろう。御意。血の定めから逃れることしかできぬとはな。この城を出て、いずこへ参ろうか。まずはアシナの国を離れるか、あるいはどこかに身を隠すか。そなたはどう思う？御意のままに。御意か。そなたは変わらぬな。は。いや、懐かしいと思うてな。さあ、参ろう。久しいな、巫女よ。叔父上の墓前以来か。源一郎殿、私は すまぬ。お任せを。邪魔立てするか、巫女の忍びを。アシナ源一郎、参れ。忍びよ、卑怯とは言うまいな。巫女はもらっていくぞ。
覚めたようじゃな。どうやらまだ死の定めではないと見える。お前さん、名は何という、うん、その目、さしずめ、忍に敗れた狼といったところか。言えぬ。それが忍びじゃな。わしは仏を掘らなきゃならん。お前さんはお前さんで好きにしな。何故俺はここにいる。ただ拾ったのよ、屍かどうかもわからぬものを。野良犬に食わせてやることもあるまい。どれほど俺は眠っていた。お前さんを拾ってからずいぶん経つぞ。そうか。じゃが主の主はまだ生きておるぞ。アシナの城で囚われとなっている。だがすぐにもその地を利用されちまうだろう。お前さんを見ればその価値は十分にあろうというものじゃ。この左腕、俺に何をした。そいつは忍び義手、石腕の狼にはおあつらえ向きの牙じゃろうて。仏を掘るには無用でな。お前さんにくれてやる。忍び義手、そいつはただ失った腕を補うもんじゃない。忍具を見つけたらわしのところに持ってくるがいい。忍具だと。そうか、このからくり。察しがいいな。忍具を持ってきたら忍び義手に仕込んでやる。そうすりゃその義手のありがたみがわかるじゃろうさ。うん。しゃべりすぎたな。行きな。巫女様の血が利用されるとはどういうことだ。わしも詳しいことなど知らん。ただ流因、そう呼ばれる特別な血があるという。主の主はそれを持っておる。それゆえ巫女様は付け狙われる。お前さんの体が妙なことになっておるのもそのせいかもしれぬな。お前さんもそうじゃが、この荒れ寺にはおかしな客がまあまあ訪れる。寺を出て右手の広場にもそうした者が一人おる。妙なことになっておる者同士、気が合うかもしれんな。見ぬ顔だな。そこもと、名は。名乗られぬか。だが、腕ある忍びとお見受けした。忍びの技ならば、あるいは、
そこもとよ。ぜひそれがしと立ち会ってもらおう。やはり死なぬわな。そこもとの立ち筋、見事なものであった。それがしをかように従前に殺した者、そうはおらぬ。お主は何だ。死なず、あるいは虫付きと呼ぶ者もおるな。死ねぬのでただここにおるのだ。そこもとはこのような荒れ寺で何よ。随分と眉間にシワが寄っておる。そこもとよ、それがしを使い刀の修練をせぬか。お主の使命を果たすために。死ねぬ体ゆえ幾度でも切られてやれるぞ。どうじゃ。承知した。よし、ではやろう。刀を振らば気も紛れるというもの。そこもとよ、この社には行き場を失った者が集うようだ。俺、現にそれがしもここにおる。だからかのう、そこの賽銭箱にも時折何やら流れ着くのよ。また来るがいい。そこもとの技の試し、いくらでも受け負うぞ。